リスト、リスト、何のリスト、参加者のリスト、ベースのリスト、ナイスミチュー、ウェルカム、ナイスミチュー、ナイスミチュー、ハロー、グッドモーニング、グッドモーニング、オーケー、オーナイス、ウェルカム、Good morning. 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 Yeah. Oh. オランダの方。はい、今。これとね、これとのごして全部外す。全部外して。ああ。My association is second biggest. Okay. Previously, King Solomon. But now,被爆者団体のプレゼント。はい、それでは皆様お待たせいたしました。皆さんおはようございます。ただいまより福岡不慮収容所第二文書犠牲者追悼平和記念式典を執り行います。ご参加皆さんありがとうございます。今日9人の捕虜のご遺族の方もオランダより参列されております。コロナ禍で3年間来られませんでしたが、ようやくお迎えすることができました。本当に感謝しております。 Thank you for waiting. Good morning everybody. The peace memorial ceremony for the victims of the Fukuoka POW camp number 2 branch will now be held. Thank you for your participation. Today, the families of 9 prisoners of warcame from the Netherlands. They couldn't come here for 3 years due to the coronavirus pandemic, but we were finally able to welcome them and really thankful to you. Now, I would like to begin the ceremony. それではまずはじめに、維持管理委員会の代表友永正夫代表よりご挨拶をいたします。よろしくお願いいたします。 Welcome to this ceremony. ご列席の皆様、今年は2015年のこの追悼記念碑の完成除幕から8年目の年になります。また第二次世界大戦の終結からは78年目の節目です。本日福岡不慮収容所第二文書における死没者の慰霊祭とともに平和記念式典を開催しましたところ、各も多数の方々にご参列いただきまして厚く御礼申し上げます。特にオランダからは9名のご遺族のご参列をいただきました。遠路はるばる長崎の不慮収容所跡地のこの高八木島までおいでいただきましたことは、我々主催者側にとりましても特別な感動を持ってここにお迎えしている次第です。オランダ大使館からもシュタインウィーク様、それから福岡の米国領事館からはブランドン・ポジュン様もご出席いただいております。どうもありがとうございます。改めて戦争中および終戦後の1945年9月13日の捕虜解放の日までに無念にも亡くなられた
73名の兵士の方々のご冥福をお祈りするとともに、恒久平和を記念する式典になることをお願います。若くしてここ長崎において生涯を閉じられた人々の短かった人生と、ご遺族の方々の亡き人に対する追憶のお気持ちに思いをいたしますとき、現在進行中のウクライナとロシアの戦争状態には心が痛みます。東ヨーロッパのみならず、この戦争は広く世界の平和にも影響を及ぼし、ここ極東におきましても、日本と周辺国との間に軋轢を生じつつあります。なんとも憂うる状況となっています。しかもウクライナの前線では核兵器の使用を示唆する威嚇が行われており、ここ第二の原爆被災の地長崎では、長崎を最後の被爆地にと訴え続けてきておりますので、無念の思いでいっぱいです。今日はオランダからのご遺族と長崎市民の皆様が手に手を取り合って、改めて日蘭の和解を確認して、世界の恒久平和と長崎を最後の被爆地とすることを誓う機会にしたいと思います。最後に、本日ご列席いただきました長崎市民の皆様、それから教会の牧師の皆様、平和団体の皆様に心より御礼を申し上げて、開式の辞とさせていただきます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。 First of all, I would like to thank the Memorial Committee for giving me the opportunity to say a few words. And first of all, I would like to say that this memorial really means a lot to us. It pays respect to all POWs suffered here during World War II. はじめに、この慰霊碑の建立に、実行していただきましたコミッティの皆さんに、厚く御礼を申し上げたいと思います。そして、この慰霊の式は、私ども捕虜の遺族にとっては、大変大きな意味を持っております。 We are grateful to the committee for the memorial and for the commemorations over the years. We are very happy indeedto be able to display this view. このコミッティの皆様は、この慰霊碑の維持管理に尽力されてきました。そして今年、やっと私ども参加することができまして、心から喜んでおります。 The suffering of the POW is what is reminded while being here at the memorial. But it is also important to realize, that during the war, also citizens of Koyagi outside the camp here, suffered at the same time. ここに立ちますと、ここで、大変な苦難の日々を送った捕虜のことを思い起こすとともに、この高野木の市民の皆様も、この捕虜収容所の外に住んでいらっしゃった皆様も、大変なご苦労をなさったということを同時に思い至ります。 For them too, it was a horrifying time, and the fact that all suffered makes us aware that war is not a way to solve issues.ですから私どもも日本国民の皆様、高野木の島に住んでいらっしゃった村民の皆様も、大変な苦悩を味わったことを、心に、深く刻んでおります。そして思うことは、戦争が決して何も問題を解決しないということです。It also stipulates the need to fight for peace, and it starts with education.
And that's what we experienced yesterday with our visit to the junior, Koyagi Junior High School. そして思いますのは、やはり平和に対する、取り組みというのは教育から始まるということです。その思いを非常に強くいたしましたのは、昨日この高柳中学校を訪れた時のことです。The staff and students, and some of them are sitting there. I wave at them. Hello. Let us participate in a discussion on peace, which we really enjoyed. This memorial, with the message for peace, the emphasis at school in teaching students on peace, with the efforts you undertake.are really impressive and important and so much appreciated by all of us. 昨日皆さんのディスカッション、教員の皆さんと、まあ、とも一緒に、平和についてのディスカッションに参加させていただいて、とても楽しい、意味深い時間を過ごすことができました。そして私どもはみんなその機会を得たことをとてもとても感謝しております。Therefore, a special thank to the staff and students for what we experienced yesterday, but also for maintaining the memorial. Igoro-san has been active in this over the last 8 years and is now handing this over to students.そして、そのような機会を作っていただいたスタッフの皆さん、教職員の皆さんに、感謝するとともに、このあと、この慰霊碑の管理、などを生徒の皆さんが引き受けてくださるということにとても感謝いたします。そして、これまでの8年間、イグロさん。お手入れを手入れをしてくださいました。ありがとう。どうもあり。どうもどうもお手入れ。伊原豊一さんのお姉様でいらっしゃいます伊黒さん。本当に本当にありがとうございました。But also, どうもありがとう。To the students for what they are going to do. どうも、どうもありがとう。これから在校中ずっとこの、慰霊碑の手入れ、維持管理やってくださる、生徒の皆さんに本当にお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。Thank you very much。そうしましたら。少しですね、祈りの時を持ちたいと思います。先ほどの友永さんとアンドレさんのお話だけでも十分なんかいいのかなって感じもするんですけれども、少しの間ですね、一緒に賛美歌歌ったり、聖書を読んだりしてですね、祈りの時を、共に持ちたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは、少しの間黙祷をしたいと思います。目を閉じて、黙祷をしていただきたいと思います。Thank you.
天の主なる神様、今日こうして高野木の地にて福岡不良第二収容所の追悼慰霊碑の記念式典に参列することができますことをこれより感謝いたします。今世界の中でもたくさんの戦争が起こっていて、その中で苦しんでおられる方々がおられます。戦争は本当に恐ろしいものだということを改めて痛感いたします。そういう中にあって加害者と被害者が一緒になって一つの祈りを捧げられる、そのことの喜びを、大切さを感じています。どうか私たちが共に平和の道を歩んでいくために何をなすべきか、一人一人が考えて実行していくことができますように、あなたが導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。では、聖書を読みいたします。ルカによる福音書10章の25節から37節です。こちら1枚開いてもらったら聖書を書いておりますので、どうぞご覧ください。ではお読みいたします。すると、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとして言った。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。イエスが、律法には何と書いてあるか、あなたはそれをどう読んでいるか、と言われると、彼は答えた。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさい、とあります。イエスは言われた。正しい答えだ。それを実行しなさい。そうすれば命が得られる。しかし彼は自分を正当化しようとして、では、私の隣人とは誰ですか、と言った。イエスはお答えになった。ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると、道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もその場所にやってきたが、その人を見ると、道の向こう側を通っていった。ところが、旅をしていたあるサマリア人は、そばに来るとその人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とぶどう酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行った。行って解放した。そして翌日になると、デナリオン銀貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡して言った。この人を解放してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さて、あなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った。その人を助けた人です。そこでイエスは言われた。言って、あなたも同じようにしなさい。そうです。では少しちょっと短めにお話をさせていただきます。今日読んだですね、ルカによる福音書の10章25節から37節っていうのは、良いサマリア人っていうですね、グッドサマリタンっていうですね、非常にキリスト教の中でもですね、有名なお話で、それこそ先ほどですね、友永さんの話にもありましたけども、ロシアとウクライナの戦争が始まった時にですね、ウクライナの人たちがポーランドとかにこうみんなわーっと電車とかバスで逃げるんですね。そしたら、その電車が到着した駅とか、バスのターミナルとかでですね、ポーランドの人たちがみんなこうやって自分思い思いにですね、私の部屋一部屋空いてます、3人から4人入れますから、どうぞ来てくださいっていうのをですね、みんながこうやるわけですよね。それっていうのはやっぱりこのお話、さっきも教育が大事だっていう話しましたけれども、ありましたけれども、こういう聖書の話がですね、彼らの中にもう息づいてる、もう子供の頃からも息づいてるからですね、そういう行動がすぐできるんだっていうことだと思うんですね。で、そういうのを見てですね、あ、
なるほど、政府がやらなきゃいけないことをですね、もう市民が自ら先に率先してやってるっていう姿を見て、僕はやっぱりこういうその聖書の言葉がですね、彼らの中に息づいてるんだなっていうふうに感じました。ただそのこうやって人困ってる人を助けるっていうことは、別に宗教キリスト教だからそれができるって話でも多分ないと思うんですね。どんな宗教であってもおそらく困ってる人を助けるっていうのは当たり前のように言われていることだと思います。で、そう考えるとですね、イエスっていう人がですね、語ってる聖書の中で語ってる言葉っていうのは、意外にその宗教的に考えるよりもですね、もう本当に人として人の良心に照らしてどうなのかっていうことが結構多いんですけれども、まさにこの良いサマリア人の話はですね、そういう意味では宗教っていうことよりも人としてあんたどうするんだっていうことを問いかけてる、そういう話であるわけです。で、むしろですね、この祭司でレビ人っていうのは言ってみれば宗教指導者であるわけです。ユダヤ教の宗教指導者であるわけなんですけども、そういう人たちが困ってる人を見捨てていったと。だけど旅してたサマリア人、何でもない人がですね、助けたっていう、でそれどう思うのって言った時に、この律法の専門学者、専門家っていうのもユダヤ教の律法っていう法律をですね、しっかりこう勉強してる人ですけども、いや助けた人ですって言うしかなかったっていうですね、そういう話なんですよ。だからもうこの平和っていうことを考えるとき、戦争っていうことを考えるとき、それはやっぱり被害と加害両方あるわけですね。戦争っていうのはどっちかじゃないんです。どっちかだけじゃないんです。だから私たちはこうやってもう本当にこう、ね、ほら今日参列してくださっている方の中には、いわゆる日本のからの被害者の方がいる、そして日本が加害の側にいるっていうことですね。そのことが両方一緒にいて、そして共に祈りを合わせることができているっていうのは本当に貴重なことだなっていうふうになんか思いました。で、そういう中でですね、ちょっと、ま、気になることっていうかですね、最近ちょっと気になることがありまして、日本がですね、日本政府がですね、6月ぐらいにですね、改定入管法、入管難民法っていうのをですね、強行を採決しちゃったんですよ。難民としてですね、命からがら逃げてきた人たちを3回今難民申請して、あなた難民と認められませんって言ったら命が危険なですね、その国に送り返すっていう、そういうまあなんかめちゃくちゃな法律なんですけれども、それが通っちゃった時ですね、僕は日本はこの今日のね、このサマリア人の話の中で困ってる人っていうか倒れてるこの人を見捨てた祭司レビ人の側にもしかしたら立っちゃったんじゃないかっていうふうに感じました。わざわざですね、自分から見捨てる側に回るって、まあ普通に考えるとありえない決定だと思うんですけども、それをやっぱ日本っていうのはしてしまったんですね。で、本当にそういうふうにそういうことをしちゃうとですね、結局どうなるかってことです。おそらくですね、その法律作った人たちは自分たちは難民なんか絶対ならへんよって思ってたと思うんですね。そんなもん全然俺らそんな関係ないから。だけど分かんないですよ、今この世の中なんかね、南海トラフの大地震がもうすぐ起こるとかなんとか言うてますけども、もしそういうのが起こってですよ、で福島の事故のようなああいう原発事故がですね、もう一回でも起こったら日本って本当人住めなくなっちゃいます。で、そういう時に逃げてった先でですね、難民申請しようとしたとして、いやあんた日本人でしょ、日本って難民全然認めてませんでしたよね、でしかも原発って世界中でね、もうやめてやめて言うてんのに使い続けてたでしょ、それはもう自業自得ですから、もうどうぞお国にお帰りくださいって言われたら、はいって言うしかないじゃないですか。そういうような法律を日本は通してしまった。だからこれは外国人の話ではなくて、日本人が世界からどう見られるかっていう問題ではあるわけですよね。で、そのことをやっぱ考えたときに、やはり私たちは歴史を学ぶことで、
戦争っていうのには被害と加害両方あるんだっていうことをですねしっかりと考えなきゃいけないと思います。で昨日その高柳のね中学の皆さんが、アンドレさんとですねお会いしていろいろ話をされたり、聞きましたけれども、それは本当に貴重な体験だと思いますよ。でそういうことをですねもっともっと大事にしてほしいと思います。長崎にはですね実はあの岡正春記念館というのが平和記念館というのがあって、そこはもう日本の加害責任とかですねそういったことをこう一生懸命伝えようとしているそういう資料館がありますのでですね、もし皆さんがもっともっと戦争のことを知りたい、あの時何があったのかって知りたいという時はですねそういう資料館もぜひ、見て見学していただければいいかなというふうに思います。はい、ということで、お祈りさせていただきます。あ、お祈りじゃないです。皆さんで、主の祈りを、祈りたいと思います。主の祈り、先ほどの聖書の横に隣のページに主の祈りがございますので、それみんなでゆっくり、読んでいただくとお祈りしたいと思います。はい、では、主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を至らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、慈しみ深き友なるイエスは変わらぬ愛もて導きたも、世の友我らを捨て去る時も祈りに応えていたわりたまわ。様が身分証捕虜のご家族と親族を代表されました。続きまして、丹下名鈴木ゆかり様。ヘンク・クライン一家様の思いも代表して献花していただきます。続きまして、バーバラ・ホープマン・モール様、カレル・ドラマン基金。お父様が
この第二文書の捕虜でいらっしゃいました。続きましてありがとうございます。続きまして柳家ロース様。B29-9 の墜落の方々にも哀悼の意を表していただきます。ありがとうございます。 Thank you. Thank you very much. 続きまして在長崎オランダ王国領事館橋口俊也様、山口恵里様、お願いいたします。ありがとうございます。続きまして在福岡米国領事館政治経済担当領事ブランドン・ポジンさん、お願いいたします。ありがとうございます。続きまして衆議院議員国民民主党西岡秀子様、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして国立長崎原発死没者追悼平和記念館館長高平典康様、代理副館長林直之様、お願いいたします。続きまして長崎市長代理長崎市原爆被爆対策部調査課粟村光一様、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして公益財団法人長崎平和推進協会事務局長中川雅人様、お願いいたします。ありがとうございます。続きまして長崎市教育委員会学校教育部部長川内和人様、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして福岡不良収容所第14文書犠牲者追悼碑維持管理委員会副代表平野様、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。福岡不良収容所第二文書犠牲者追悼碑維持管理委員会、よしこ様よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして長崎県議会議員坂本博司様。ここから順次お名前をお呼びいたしますので続けてお願いいたします。長崎原爆被災者協議会会長田中茂光様、事務局長中本秀樹様、よろしくお願いいたします。長崎原爆遺族会会長本田魂様、POW 研究会西里冬子様、長崎市立公営中学校本村義信教頭、そして3年生の皆さん、そしてまだ献花終わってない方は中学生の後に順次お並びください。よろしくお願いいたします。お花をお渡しいたします。皆さんありがとうございました。ではまだ献花されてない方、順次前にお願いいたします。障害後ろからでも並んでね、じゃあ並んでください。
皆様どうもありがとうございました。続きましてスピーチをいただきたいと思います。ミスター・スタインワイカー、Please。オランダ大使館を代表してスタインワイカーさんです。よろしくお願いいたします。Good morning, everyone. On behalf of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands to Japan, thank you to everyone here, and especially thanks to Tomogana-san, everyone who keeps the memory of this place and this history alive, and that includes people like Iguro-san, Aono-san, Andrei-san, Yukari-san, Ihara-san, please let. And of course, every single one of you who is here today and helps. Oh, sorry. So sorry. 私は Stein Baker と申します。私はオランダ王国大使館を代表して、今日、ご挨拶していただきたいと思います。皆さんにとても感謝しています。特に、友永代表、そして、井原さん、それからシュラムさん、そしてイグロさん、他に誰かいましたか？You mentioned the name. And もちろん井原さん、本当にありがとうございます。And again, every single one of you who is here to keep the memory alive. And that is important because these memories and this history is located in personal stories.そしてお礼申し上げたいのは捕虜たちの記憶をここに、維持して今日まで、受け継いでくださったことに感謝したいと思います。But these, all these different kinds of personal stories, they tell a way bigger history. And we are here to remember andBring that history alive again. So it's again back into the individual ourselves. もちろん、その歴史は一人一人の個人の経験や思いとの思いがその一部となっております。そして、それを維持していくことはとても大切なことだと思います。And we keep the memory alive and we keep the history alive because, of course, we don't want it to ever happen again. But also, because within these very dark pages of history, there are also points of light and happiness and love. この memory, 記憶を生きたものとして今日に伝えるということは大切なんですが、その暗黒のページはもちろん一人一人の後から来た幸せや愛やそれから幸福、そういうものとも結びついているというふうに信じております。So it teaches us that even in the darkest times, there is light and happiness and something to look out to and look forward to. And that's very, very important. So one more time, again, thank you so much on behalf of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands to Japan for keeping the memory alive and being here today. Thank you so much. そのような暗黒の歴史も、必ず、幸せな時間とも結びついていくものと信じております。最後に、このような
セレモニーをしてくださった皆さんに感謝いたします。オランダ大使館を代表しましてご挨拶させていただきました。ありがとうございます。どうもありがとうございました。それでは最後に、長崎市長よりスピーチをお預かりしておりますので代読をさせていただきます。 I'm going to read the message from Mayor of Nagasaki and English translation is in the part of the material you received this morning, so please read it.福岡捕虜収容所第二文書犠牲者追悼平和記念式市長挨拶。本日ここに福岡捕虜収容所第二文書犠牲者追悼平和記念式が執り行われるにあたりまして長崎市民を代表してご挨拶を申し上げます。まずはじめに戦争捕虜として収容され遠い異国の地で苦難の日々を過ごし祖国を思い家族を案じながら亡くなられた御霊に対しまして慎んで追悼の意を表します。またかけがえのない家族を失い深い悲しみを抱えてこられたご遺族の皆様に対しまして心からお見舞い申し上げます。今から78年前世界を巻き込んだ大戦は終結を迎えましたがそれまでに世界各地では多くの尊い命が犠牲となりました。記録によりますとこの収容所においても1942年からオランダ、イギリス、オーストラリア、アメリカなど1200名を超える連合軍の捕虜の方々が収容され終戦までに73名が亡くなられました。この悲惨な戦争の記憶や戦争の犠牲となられた方々の苦しみは決して風化させてはなりません。しかし今世界に目を向けるとロシアによるウクライナ侵攻が長期化し多くの市民が犠牲となっています。またロシアが核兵器による威嚇を続けています。他の核保有国でも核兵器の依存を強める動きや核戦力を増強する動きが加速し核戦争の危機が一段と高まっています。このような中、世界恒久平和を実現するためには、私たち一人一人が立ち止まり、考え、行動していく必要があります。ここ、被爆地長崎では、スポーツや芸術など、身近なところから平和について考える、平和の文化を市民社会に根付かせ、また将来を担う若い世代へ、被爆の実相を継承していく活動に取り組んでいます。この活動が実を結び、平和な世界が実現することを願っています。結びに、本日の式典の開催にあたり、ご尽力をいただきました関係者の皆様に感謝申し上げますとともに、ご参列の皆様方のご健勝とご多幸を祈念いたしまして、私の挨拶とさせていただきます。令和5年9月16日、長崎市長鈴木史郎。どうもありがとうございました。この他に今日ご列席の西岡秀子様、参議院議員古賀雄一郎様からもメッセージをお預かりしておりますのでいずれまたご紹介させていただきます。どうもありがとうございました。それではちょうど12時のチャイムが鳴っておりますが、これで式典を終わらせていただきます。今日は長い間本当にありがとうございました。Thank you, everyone, for today. The ceremony is now over. Be careful in your way home and see you again. Thank you. Thank you. 以上でございます。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。